カメラさん、カメラさん。で左側、川村さんじゃない。散歩してて。川村さん、川村さん。おう、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうしたんですか。いや、去年のファンカーの動画見て、僕もサイト来たいなと思ったんで、来ちゃいました。で、僕も大学時代来てたので10年ぶりになるんですけど、今日は東京ヤクルトスワローズの、宮崎フェニックスリーグ、1日密着ということで、僕もちょっと突撃しようかなと思います。では、行ってみましょう。おお、ようこそ西都市へ、東京ヤクルトスワローズ。ああ、西都市の方々にもすごい歓迎していただいてますね。嬉しいですね。本当ありがたいです。今7時ちょうどぐらいなんですけれども、選手の皆さん朝食食べてるということなので行ってきましょう。おはようございます。トマトジュース、ブドウジュース、リンゴ、オレンジ、それからアイスコーヒー、選手は好きなものをそれぞれ取っているようです。あ、宮崎のかな、南国のみかん、美味しそう。そしてヤクルト1000、毎朝皆さんきちんと欠かさず飲んでるようです。20人ぐらいですかね、食べてます。ちょっと聞いてみましょうか。吉村投手、カメラ向いてます。朝は苦手ですか。苦手のようです。山野投手、おはようございます。今からですか。朝は得意ですか。目覚めるんですか。目覚めは得意。今日密着なので1日朝からよろしくお願いします。ご飯派ですか。朝はパン派ですか。普段は本当はパン食べたい。ここではご飯、はい、松本選手、おはようございます。眠そうですけど、はい、今日で30歳。今日誕生日、おめでとうございます。あ、本当に今日。どんな一日にしますか。どんな一日にしたいですか。だいぶ眠そうですけど、肩が来ないような一日。なんて、肩が来ないような、肩が来ない一日にしたいだそうです。一日頑張ってください。本当に誕生日だ。懐かしいね、あの頃20歳とかだったのに。今日はもう朝食べてもうそのまま出ますぐらい、朝食べたらもうすぐ行けるぐらいの気持ちで。いやでも毎朝それルーティーン。今は今何歳。今2歳と4ヶ月。あれ2人目。2人。そうか、30歳のパパ頑張れよ。朝からちょっと密着です。お願いします。ソース派ですか。恥ずかしい。ずっとですか。美味しいですか。はい。がっつり食べる人ですか。はい。意識してることありますか。朝ごはんで。白ご飯をいっぱい食べようっていう。白ご飯。白ご飯にいつも何を合わせて。最近目玉焼きです。目玉焼き。目玉焼きと味噌汁。味噌汁。和ですね。具がないときは卵かけご飯。卵かけご飯そのまま醤油かけて。かき込むタイプ。そうですね、醤油と、たまに納豆をしたり。納豆も一緒に行ったりします。健康的に。朝食を終えた選手はバスに乗ってグラウンドに向かうそうです。ちょっとそこもね、見ていきましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。選手ってことです。もちろんもちろん。おはようございます。西村選手は1日密着なんですよ今日。カメラ回りますんでよろしくお願いします。覚えてます？あ、去年一日階段ダッシュをしたじゃないですか。あれがまた今年もやってまいります。あ、そうなんですか。はい。覚えてますか？覚えてます。僕はここだけ過ぎました。反響は？わかる。
メント欄に書いてあるんですかね。今年はどんな感じですか？順調ですか？体調面とか。そうですね、はい、あの特に体調不良とかもない。なく、はい、肩の調子も、はい、大丈夫です。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ところどころでカメラ回ってるんで。あ、わかりました。はい、お願いします。はい、なんか面白い人。やばい。いや、面白い人なんですね。朝からちょっときついですね。いや、なんですかね、日体大として、朝弱いっす。朝弱いっす。全然。でも社会人時代とか朝めっちゃ早くないですか、試合とか。そんなこともない。早いっすね。早いで、まあ、1年目とか特に。あ、朝早く起きてちょっと準備。はい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 。それがしんどい。澤井選手と北村選手はあれですか、調子はどうですか、順調ですか、ここまでは。そうですね、まあフェニックスリーグでやろうと思って取り組んできた課題に取り組んでいきます。北村選手は、はい、順調。はい、もうサイトの生活になれました。1週間、2週間ぐらいの、そう、1週間ちょっとぐらいですか。どうですか、サイト初サイト初めです、ね、ですよね。です、おはようございます。今日誕生日らしいです。本当です。何歳？30です。30。何も嬉しくないです。いらっしゃい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 。おはようございます。今日密着です。よろしくお願いします。いらっしゃい。おはようございます。いらっしゃい。はい、頑張りましょう。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃい。今日もよろしくお願いします。いってらっしゃい。おはようございます。いってらっしゃい。いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。いってらっしゃい。おはようございます。いってらっしゃい。今日密着です。お願いします。おはようございます。いらっしゃい。いらっしゃい。選手はバスで出発したようなんですけれども、監督コーチ陣は別で車で移動のようです。田田さん、おはようございます。おはようございます。今日一日密着、よろしくお願いします。今何やられてるんですか？これから、はい。池山監督と白石コーチを鍋で、運転手やるんですね。そうです。あ、でじゃあ早めに車で来て待機してると。はい、なるほど。安全運転で、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。池山監督そろそろいらっしゃるみたいなんですけれども、まだかな。あ、おはようございます。今日は一日密着ということで、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、去年同様にお願いします。はい、お願いします。どうも。どうす。よいしょ。いらっしゃい。はい、行ってきます。いらっしゃい。いらっしゃい。さあ、球場にやってきました。埼玉の運動公園や球場です。では今日は一日フェニックスリーグ密着ということで突撃していきましょう。では行きます。あー、20回目なんですね、宮崎フェニックスリーグ。もうかなり長い歴史があるんですね。こちら球場の正面です。横断幕とか上りとかたくさん西都市の方々に出していただいてます。はい、
アップは室内練習場で行うということなので履いてみたいと思います。つまれてる。おはようございます。今目合いましたか？右出しますYou're the one that's...
選手、いっぱい面白かった。運転始まっていいですか。え、無理無理。はい、さて、はい。いい声出すよ、いい声。はい、午前中の練習を終えまして、今11時過ぎぐらいですかね。試合前なので選手は早めにお昼を取ります。昼の様子もちょっと覗いてみましょう。お、今日のランチ、あ、結構あるんですね。地鶏醤油ちゃんこ、天ぷらのそば、他いろいろ気になりますね。行きましょう。あー、美味しそう。長谷川敏、野菜食べないですか？昼は食べないんだ。あ、夜その分ね。では、いただきたいと思います。地鶏醤油ちゃんこからいただきたいと思います。見てください。熱々です。では、いただきたいと思います。熱そう。ん？白菜柔らかいっす。味が染みてて。出汁が効いてるのかな？優しいですね。次はちょっと、若鶏の唐揚げをいきたいと思います。衣がたくさんついてサクサクですか？食べてみます。お、聞こえますか？この音。うん。美味しいです。ああ、ジューシー。うん。中は、うん、カラッと揚がってて、中はジューシーで、鶏肉の旨味がよく出てるかなって感じがしますね。うん。おいしい。あ、選手はこれを食べてもう試合に臨んでるんですね。うわ、いや、そんなんやばいんすよ。僕30。顎が鍛えられますね。前から先ほどからやってるんで、お願いします。